敵はこの奥に向かっているようだな。祠の方だ。おい、タクマ、祠の中から何か声がするぞ。怪物かもしれないな。注意しながら近づいてみよう。おい、まさかこの中に入るのか。食い殺されちまうよ。もしサキさんたちがいるなら助けないと。行きましょう。おう、こっちだ、ついてきて。教授、無事だったんだ。いや、どう見ても無事とは言えねえだろ。これ何があったのかしら。教授、あんなにボロボロになって倒れてるなんて。おい、あれ、周りになんか嫌がるぞ。本当だ、教授の周りに何かいる。敵か？今こっち見られたぞ。ごめん、今僕が大きな声出したから。いや、どっちにしても最初から見つかってるぜ。問題はこいつらが悪者なのかいいもんなのか。ファルコモンやアグモンみたいに会話ができるやつか、そうでないやつか、こいつらはどうなんだ。おい、どうだ、この人間のジジイ、まだ息あるか。どうだかな。どうでもいいだろう。それよりファングモン様になんて報告を。おい、喋ってる、話せそうだぜ。待てって、話しかけるつもりか。危険だって。言葉が通じるならまだなんとかなるさ。なに、見てなって。ハロー、君たち。うん、うぜえな。消えろ、クソガキ。こいつら口も態度も悪いぞ。俺はその君たちとお友達になりたくて。いくら口の達者なミノル君でも彼らと交渉なんてできるのかしら。タクマ、まずいよ。あいつらにはきっと通じないよ。とにかくこんなジジイはどうでもいい。そうだな、どこに行った。いや待てよ、ガキならこっちにもいるぞ。まずい、これまで相手にしていなかったのに。嘘でしょ。よし、じゃあこいつをとっ捕まえて。とりあえず動けないよう痛めつけとくか。おい、こいつらじりじりと近づいてくるぞ。なんだ、出口の方にもいるのか。気をつけろ、その声のモンスターは姿が見えない。危険なやつだ。見えないって、そんなやつどうすりゃいいんだよ。よそ見するとはいい度胸だな。おい、ミノル、前。貴様ら、ミノルに手を出すな。ファルコモン。ねえ、なんだてめえ。ミノル、さあ逃げて。こんの野郎、人間のガキに味方する気か。大方人間の力を独り占めするつもりだろ。そうはいくか、グロイ。ファルコモン。まずい、
ミノルをかばってファルコモンが攻撃を食らった。何のこれしき。やばいぞ、こいつらやる気だ。行くぞアグモン。おう、こんな絶体絶命の状況だもの、私もラブラモンと一緒に戦うわ。ねえ、やってやりましょう。アグモンたちだけに戦わせるわけにはいかない。ダメだファルコモン、そんな怪我をしているのに戦ったりしたら。何のこれしき、ミノルに手を出させてなるものか。ファルコモン、ごめんごめんよ、俺が軽率なことをしたばっかりに怪我を負うようなことになったのは俺のせいなのに。ファルコモンは俺を責めるどころか、怪我をしているのに俺を守ろうと。怖い。できることなら逃げ出したい。下を向くなミノル、本来のミノルはそんな臆病じゃない。ファルコモン、さあやるぞ、この俺が相手だ。まだ来る気かてめえ。あ、危ないファルコモン。ミノル、俺の前に出るとは。ファルコモンを守らなきゃって思ったら勝手に体が動いちまった。俺には誰かを守る力なんてないくせにな。情けねえの。情けねえな。情けないものか。ミノルの強さも優しさも俺は知っている。大丈夫だ、その心意気があるのなら、悔しいと思えるならば、強くありたいという気持ちがあれば、ミノルはきっと強くなれる。ファルコモン、強くありたいと願うその気持ち受け取った。守ろうとしてくれたその心、俺は嬉しい。ぐわー、これは。だが悪くない。ファルコモン、ミノルの力が俺の力となる。だからこれはミノルの力でもある。すげえ。いざ参るぞ。させん。ここは俺が行く。
番だね。ここは俺が行く。デストラクションドア。番だね。私の番ね。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。この力も重ねていけ。やーっ！私の番ね。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。
私の番だね。ここは俺が行く。の番だね。私の番だね。ここは俺が行く。の番だね。私の番だね。ここは俺が行く。
私の番だね。ここは俺が行く。デストラクションドア。何者だ。俺を捕らえるとはそこそこ勘のいい奴がいるみたいだな。まあいい、先にあの二人を始末してやるか。助かった、見逃されたって感じだけど。すごい怖そうなやつだったね。あんなの余裕よ。それより教授は？そうだ、教授は無事か。怪我はしてるけど大した傷じゃない。どこか安全な場所に運ぼう。ここまで来ればひとまず安心かな。教授、傷はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたよ。君たちの治療のおかげだ。どういたしまして。ま、救急箱持ってた葵さんのお手柄だけどね。たまたま持ってただけよ。しかし、ここは一体何なんだ？それを聞きたいのは僕たちもなんですが。とにかく水も食べ物もあります。敵もアグモンたちが追い払ったし、もう大丈夫です。アグモン？僕のことだよ。あ、大丈夫です。アグモンはその、さっきの連中と違って、いいやつなんです。そう。僕は人間の敵じゃないからね。もちろん、俺もです。私も。そうか。ちょっとその頭の中を整理する時間が欲しいが。ようやく落ち着いた。やはりそうなのか。やはり獣神はやはり実在したということか。いや、まだ早合点はいかんな。確かな検証を重ねなければ。いっそ夢ならよかったのによ、この悪夢が。でも大丈夫だよ、こいつらみんな味方だし。私もいろいろあったからな。まだ頭の中にもやがかかっているようだ。何かを思い出したような、いや思い出せないような、脳に霧がかかっているような感覚。霧？あのガスか。霧？そう、あれって危険なんだ。そうか、やはりあれが精神に何か影響を及ぼしているのか。君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いていない点もその影響かもしれないな。俺はそうでもねえし。さあ教授、お水をどうぞ。しばらく休んだら校舎に行きましょう。私たちが拠点にしてる場所です。そうか、ありがとう。校舎？そうか、君たちが。いけない。え、どうかしましたか？これが夢ではなかったのなら。そうだ、あの子たちは無事にあの怪物から逃げ切れたのだろうか。こうしてはおられん。
サキ君とシュウジ君を助けねば。教授、しっかり。大丈夫？無理をするな。動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、サキ君とシュウジ君ってあの二人の居場所を知ってるんですか？今はどこにいるのかまでは、最後に見た場所までなら案内はできると思うが。教授もこんなボロボロのフラフラだし、そう遠くじゃないはずだぜ。よし、みんなして二人を探そう。俺は反対だぜ。ですよね。じゃあここでお留守番を頼むよ。だから俺一人置いていく気かよ。ちっ、わったよ、くそ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ、二人とも。